黒髪さん。黒髪さんに近寄らない方がいいよ。黒髪さん。大丈夫？その怪我。向こうの子か。はい、黒髪さんと同じクラスの。トエに、ミダリに話しかけないでほしい。すまないが、トエは世俗の汚れに触れてはならぬ大切な身だ。年相応の生活をさせたくて学校に行かせてはいるが、汚れに染まることは許されない。お前はいつの。遅い。消えろ。お前の汚れが苦しい。トエ、無理に喋るな。すまないな君、厳しい言葉は謝る。いえ、こちらこそすみません。君が謝ることは何もない。トエを案じてくれるならただ遠くからそっと見守ってほしい。でも二度と声に話しかけないでほしい。君に悪気がなくともそれはこの子を苦しめる。でも彼女は苦しんでるんです。僕はそれに気づいてしまったから。彼女も無視できないんです。
世俗の汚れから遠ざける必要があるならば、どうして亀沼君を許嫁などに選んだんですか？お前の知ったことではない。黒髪さんが心から選んだ男性だなんて僕には到底信じられません。トエの許嫁は私が決める。お前の知ったことではない。いえ、あなたの知ったことでもありません。何？黒髪さんの人生は黒髪さんが自分で決めます。確かに彼女は未成年です。あなたの保護下にあるべきでしょう。でも未成年を終えての未来は全て彼女のものです。たとえ父親であろうとも、彼女の人生の全てを束縛する権利なんてないんです。神さん、僕はひょっとしたら全然的外れなことを言ってるかもしれない。でも君が苦しんでいて、それを手遅れに思っていることは知ってる。でもこれだけは的外れじゃなく断言できるよ。何？遅すぎることなんてあるもんか。僕が黒髪さんの力になれるかどうかわからないけど、僕はいつでも味方になるから、それだけは信じて。黒髪さんのお父さん、いろいろと生意気を言ってすみませんでした。それでは失礼します。黒髪さん、お大事に。早く行って。君とはもう話したくない。道を開けてくれ。すみません。行くぞトエ。はい。ありがとう、鈴原。こちらこそありがとう。心を開いてくれてありがとう。開けなかった。開いてはいけなかったから。
けないんだから、お前が泣いてもいいって言ったから。うん、ちゃんと聞こえていたんだね。私泣くからな。お前は何も意味なんかわからなくていいから、ただ黙って、お前は私に泣かれてろ。いいな。遅すぎる、遅すぎる。どれくらい遅すぎたのかな。10年遅い。いや、100年遅い、1000年遅い。そんなに遅くて本当にごめんね。お前が悪い、全部悪い。これは一体、また取り込まれたか。また、気にしなくていい。気にしなくていい。無視していれば、そのうち終わる。座りなさいよ。突っ立っていられるとこっちまで疲れてくる。うん、でも。気が利かなくてごめんなさい。あ、thank you.
その怪我はどうしたの？ここまでひどいことは初めて。どういう意味？言葉通りよ。意味なんてわからなくていい。お前は黙ってうなずいていればいい。どうせその程度の役にしか立たないのだから。見くびられたくないな。これでも男のつもりなんだけどな。ひ弱そうなくせに。こう見えてね、鍛えてるんだ。家が武道の道場をやっててね、小さい頃からずっと修行させられてた。喧嘩の自信はないけど、腕相撲なら大人が相手でも負ける気はしないかな。意外、力自慢とは。自慢じゃないよ。冷静に自分の力を理解してるだけだよ。謙虚が過ぎるのはかえって嫌味になることもあると思ってる。どんな修行を？木に藁を巻いて拳で打ったりとか。うちの道場は聖剣好きしかやらないんだよ。空手はよくわからない。すす原流神前武術って言って、似てはいるけど空手とは全く別物なんだ。興味ない。どうせいくら鍛えたところでお前に打ち砕けるものなど何もない。何を打ち砕いてほしいの？ん？黒髪さんが何かを打ち砕いてほしいと思ってる。それは分かったから教えてくれないかい？君は遅すぎると言っているけれど、ひょっとしたら僕には間に合うことかもしれないよ。10年遅い、100年遅い、1000年遅い。無駄だ。やってみなきゃわからないよ。お前は藁を巻いた木を打つと言った。その木をお前は拳で倒すことができるというのか？その気持ちで打っているけどね。木ごときで遅れを取るひ弱に頼れることなどない。拳でどうこうできる問題じゃないってことだよね。そろそろ話してくれてもいいんじゃないかな。話すだけなら何も黒髪さんは失うことなんてないと思うけどな。拳でどうにかなるかもしれん問題だ。誰かを殴れって話？木を倒すよりは簡単そうだけどな。木すら倒せぬお前に聖堂の壁が打ち破れるか。聖堂、厚さは？さあ、お前の拳の幅くらいはあるかもな。さすがに無理だよ。そんな厚さの合金の壁を破るなんて、拳じゃなくて大砲の出番だと思うな。でも黒髪さんがそれを打ち破られることで救われるなら、僕はもっと修行を積んで、いつか必ずそれを僕の拳で打ち破ってみせると約束するよ。その修行どれだけかかるやら。そうだね。その意味では確かに黒髪さんの言う通りだね。遅すぎる。10年、100年、いや1000年は修行しないとダメかもしれないよ。でもそれでも僕が必ずそれを打ち破って黒髪さんを助け出すって約束するよ。黒髪さんにとって僕は遅すぎたそうだけど、その壁すらも必ず打ち破ってやるって。
約束するよ。もう遅すぎるのに。何も遅すぎるもんか。僕はここにいて、黒髪さんはここにいる。遅いも早いも関係ない。僕が助ける、必ず。鈴原。なんだろう、ちょっと見てくるよ。どうせ得なものじゃない。黒髪さんは覚えてない。悪夢の中であいつにその手足を折られたんだよ。黒髪さん。とにかくここにいちゃまずい。逃げよう。ごめんね、ちょっと痛いかもしれないよ。痛くなかった。黒髪さん。
遅くてもいい。こうして今があるならどうでもいい。正気に戻って、今はこんなことしてる場合じゃ。鈴原、ネジ愛してお願い。愛して鈴原。今度は鈴原とイチャついてるトエが登場とはよ。どこまでもイラつかせてくれるぜ、この夢はよ。よう鈴原、面食らってるみてえだな。亀沼くん、イカれてるだろ、その女。男と見たら誰でも欲しがる、とんでもねえイカレ女や。翔さんの違うんです。私には翔様だけなんです。男なら誰でもいいくせによ。てめえは女じゃねえ、犬だ、メスなんだよ。さっきまで鈴原に同じことを言ってたんだよ。なあ鈴原、そうなんだろ。そうなんだよな。ダメなんです。
誰かで構わず浴場しやがって。犬なら犬らしくキャンキャン吠える。人間様の言葉で喋るじゃねえ。した化け物の登場かよ。これならさっきの女幽霊みたいなやつの方が多少はマシだぜ。逃げないと。俺はもう逃げ回るのに疲れちまったんだ。どうせ夢の中じゃねえか。ならいっそスカッと終わらせてもらいたいもんだぜ。私にはお前しかいないんだ。お前をずっとずっと待っていたんだから。本当に本当に待っていたんだから。わからないよ。僕にはもう本当に神様、わからないよ。Ha ha ha.
お前だけを信じて今日まで耐えてきたのに。さんなんて、いるわけもない。僕たちはつい先日、初めて言葉を交わしたばかりの赤の他人。僕たちの間に、どんな運命が、絆があったって言うんだ。すす、ないんだよ。何にもない。なのに僕は、どうして黒髪さんに関わってしまったんだ。私をそんな悲しい目で見ないで。黒髪さんこそ、どうして僕はそんな悲しい目で見るんだよ。僕にはもうさっぱり意味がわからないんだよ。化け物がよりどりみどりってわけだ。僕にはもう君がわからないよ。私にはわかるわ。そして私にしかわからないから、もう胸が惑わすのは前の方。もう嫌。
なせい耐えられない。黒神様、亀沼くん、具合はどうかしら。起き上がれそう？亀沼くん、ぐっすりなのかしら。